のんのん日和ウェブラジオのんのんだよりなんのん。キャンパスパーソナリティの宮内蓮華役小岩井小鳥です。そしてもう一人のパーソナリティはこちら、ニャンパスパーソナリティの越谷こまり役のあすみかなです。そしてもう一人のパーソナリティはこちら。まあ喋んないよ。分かってます、もうそろそろ分かってます。お兄ちゃんは特典でも無口です。今日のお兄ちゃん可愛いですね。なんかちょっと可愛らしく攻めてきました、うん、ちょっと桃色ですね。ね、桃色のお兄ちゃんです。さてこの特典 CD では、はい、のんのん日和ウェブラジオのんのんだよりなのんをパーソナリティをシャッフルしてお届けいたします。はい、 DVD ブルーレイ5巻では私小岩小鳥とあすみかなさんと、うん、無口なお兄ちゃんがパーソナリティです。のんびりできるね。身も蓋もないこと。あ、いやいや、でもほら ね初めてですね、2人で組み合わせね、うん、そうのんびりしようね。のんびりしましょうね。ではそろそろ始めましょう。のんのんみよりウェブラジオのんのんだよりシャッフルなのん。このコーナーに行ってみましょう。のんのんお便り。こちらのコーナーでは原作やアニメの感想、出演者やスタッフへのお便りを少々お願いします。少々します。ご紹介します。新しい日本語。はい、愛知県の慶富士さんからのお便りです。ありがとうございます。あすみさん、小岩井さん、お兄ちゃん、にゃんぱすにゃんぱすにゃんぱす。こまりがすっごく可愛いですね。あら、年上らしく振る舞おうとするけど空回りしてあわわとなってしまうところが最高です。頭を撫でたくなりますね。かっこ多分嫌がられるでしょうけどかな。そうだな。あすみさんの声もバッチリハマってました。おー、あすみさんはこまりのような背の低いキャラクターを演じられることが多いと思うのですが、こまりならではのアピールポイントや演じる上で気をつけている点などあれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。とまちゃんはみんなに可愛がられているね。やっぱ可愛いですよね。なんなんでしょうね、なんかこう大人ぶってるところがまたいじりたくなる。そっか、やっぱりいじられキャラマックスですもんね。確かに。中ではね。確かに。そう、あのレンゲとかは、はい、一番ちっちゃい存在なんだけど、うん、いじられキャラではないじゃない、うん、そうなんですよね。なんか大人っぽいですよね、むしろ。あれってみんなこうちょっとこう構えるぐらいの、うん、独特さを持っているからな。困りはそれに反して困りは本当にいじられキャラで。ね、演じる上ではどうですか、背が小さいからこうとか気をつけてらっしゃるんですか。一番最初は言うてもお姉さんと思って、はいはいはい、そういう子なんだろうなと思って演じていってたんだけど、はい、お話進んでいくにつれて、うんうん、あ、本気で中身も子供だなっていうことに気がつき、結局ね、子供っぽいところがたくさん出るエピソードもねあったりしますから。あの海行って、うんうん、あの迷子センターの方ですね。声かけられてるのがすごい可愛くてね。でもあの時もきっと断りきれなかったんだよね。あのホタルと一番最初にあの駄菓子屋さんに行った時と同じように、うん、はい、違うあのって言いながらついていったんだろうな。誘拐されちゃいそうで、ね、心配ですね。本当に中学2年生ではありますが、うんうんうん、でも私自身あんまちっちゃくはないので。あれ、身長、身長私160はあるから。あ、そうなんですか。そうそう、意外。なんか本当に私も意外。自分で。そう、こういうキャラがなんかいただけるのが意外。
なのでなるべくちっちゃい目線をこう思い描きながら演じております。なるほど、うん、常に見上げてるんだろうなと思って。私もレンゲちゃんやらせてもらってるんですけど、うん、身長高くて、あ逆にホタルのリエションとかちっちゃいよね、アヤネルはちっちゃめ、わ逆ですね。ノンノンはなんかね本当だ、あ今言われて気がついた、うん、不思議なものですね。ですね、声優さんってすごいね。はい、では以上のんのお便りのコーナーでした。お手紙ありがとうございます。ありがとうございました。さてのんのお便りシャッフルはそろそろお別れの時間です。どうだったかな、のんびりできたんじゃないですか。そうだよね、お兄ちゃんもうなずいてます。あ、うん、お兄ちゃんお墨付きののんびり具合、イエーイ。あのお二人のどちらかがこう入るとのんびりはいかないよ。うん、元気炸裂しちゃいますもんね。私たちがベストのんびりだ、ベストのんびりだ。どうだったでしょうか。楽しんでもらえたなら幸いです、ね、うん、はい、それではのんのんだよりシャッフルはここまでです。お相手は宮内蓮華役の小岩井小鳥と越谷小鞠役のあすみかなと、喋んないよ ね無口なお兄ちゃんでした。さよなら、なのいたします。